中年なう、浅川図です。くだらないもの工房のバーチャルをきつね風宅女性ポイント職人の匠ですと。今回はね、自分の話にすり替える会話泥棒の真理とはということで。<う>まあ自分の話をしていたのに、いつの間にか相手の話になっていると。相手の自分語りにすり替わっているっていうことが、まあ会話しててよくあると。 あると。これは、俺がめちゃくちゃあると。泥棒されてるんだ。されてる側なんだ。されて、されてる側というか、する人をよく見かける感じです。<laughs> <laughs> どういうシーンでこれ発生してんのえ、どんなシーンででもありますよね。みんなでワイワイしてるところの、こう、中心になりたい人っていうか。はい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 。今はその話題じゃないぞみたいなやつをこう、ぶっこんできたりとか。うん、あとは、もう全然関係ない話にこう、すり替えてすり替えて自分の話にする人がいたりだとかってのは、 会話泥棒されやすい人の特徴っていうのが書いてあるんだけれど、うんえー、言葉を発するタイミングや話すペースは人それぞれですが、やっぱり、えー、間が長い人とか話し方がスローペースの人なんかは会話を奪われやすいと。別に匠君はでもそんなな、スローペースでも間が長いっていうわけでもないけれど。 話が被ることあるじゃないですか。言葉がぶつかるというか。これはね、俺らもこうやって収録してて、やっぱあるもんね、何度もね。全然あると思う、うんですよ。で、その時って大体、お互いがちょっと引くじゃないですか。こう一歩引くというか、ああ、じゃあお先どうぞ、みたいな。それがないんですよね。これは俺、いろんな人とこう、収録してるからわかるんだけれど、うんうん、そこに結構個性が出るんだよね。 そうなんですよ。今ぶつかった時に、あ、この流れだとこっちが引くかとか、いや、こっちが逃走とかっていうのが、なんとなくあうの呼吸みたいなんがあるじゃないうん,う,んうん。奪っちゃう人は多分そのあれもないんだろうなあのー、あれなんですよね。車のカーブで、お互いすれ違うじゃないですかど、ね、ぶつかるじゃないですか。はい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 。あれの時に、 それ、やらない人って無理くり車体ねじ込んでこう、割り込んでくる感じなんですよ。<laughs> は,いは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 い。お先どうぞとかが全然なくて。<laughs> はい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 、うん。みたいなのはよく見えますよね。たくみくんがそれをやられるっていうことは、その相手の会話を奪うスキルがだいぶ高いんかね。<laughs> 奪うスキルなのかな俺。これ <laughs> あの、俺としてはもうね、例えばだけど、車の話出たから、はいはい,はいはいはい。あの、本線を俺走ってるわけですよ。はいはいはい。ね。したら、合流側からこう来るときって、こっちのペースに合わせるなり、うん こっちが行った後にスッて入るなりっていう、こう、お互いのこう、あ、そろそろあの人来そうだなって言ったらこっちがブレーキ踏んだりとかっていうのがあるじゃないじゃなくて、なんか、その、速道からでっけえタンクローリーがゴーンってぶつかってきた感じでそのまま行っちゃう人いるんですよね。うーん、その、だから、そこでさ、ほら、はっきりとしたその合図がないわけじゃん、その、うんうん 会話を奪われたときに、いや、俺の会話を奪わないでっていうのはなかなか言いづらいだろうから、うん、その、まあ、結局、そのね、空気を読むとかそういうことになっちゃうんだけど、うん、その、言わなくてもわかるだろっていうのはわかんないっていう、うん、それはわかんないんで。っていうことだよね、その相手は。うん、そうですね。そうなってくると、どう説得するかだよな。その、全部一通り会話が終わった後に、うん、さっきあの、 こういう感じで会話、僕の会話奪ったよね、とかって。<笑><笑>これ後から反省を促せるようなもんでもねえしなーうん。俺はもうその場で言っちゃいますけどね。それはさ、それを言われた方としては、うん。その、反省してんの反省してんだっていうか、理解してんの自分が会話を奪ったっていうことを。俺が言うときってよっぽどなときなんですよ。 <laughs> 逆に。普通そうだよね。よっぽどのことがないと言わないよね。そう,そうそうそう。だから、まあ、ここ最近で言ったのは、あの、会議とかが、まあ、ね、オンライン上で会議やってる時に、うん、会話泥棒3人ぐらいがいたんですよ。随分手強いね。<laughs> <laughs> で、例えばじゃあ、まあ、10人会議室にいたとして、もうその3人でしかパス回ししないし、 ああ。もう、パスに見せかけて、ボール強奪し合ってるだけなんですよね。<laughs> <ー>隣からタックルしてボール持って、<laughs> 今これ俺のボールだから、でずっとその3人が、ただ、例えばずっと喋ってると。<ー>ってなると、会議なんだけど、もう会議でも何でもなくて、その3人がただただ喋ってるだけになっちゃって。そういうことだな。うん。で、まあ、俺そこの会議、はね、えっ、ー、と、仕事場というか、まあ、別会社の人。うん。 で、まあそっちの一社員さんたちがワイワイやってたとして、俺は協力会社っていうか、まあ個人でね、そこに入ってるから、うん、立場としては一番弱い立場にいるんですけど、 あの、ちょっと一回会議つか、一回止めてもらっていいですかって言って、あの、会議になんないんでやめてもらっていいですかっていうのは言いましたね。あの、あれだね、バンド演奏してて、それぞれがそのソロパートを勝手にソう勝手にソロ始めちゃってる結局そのバンドとしてのグルーブが全然出てないっていう噛み合ってないというか、 う,んうん、うーん、これね、まあ、その音楽の例えで言うと、ジャズやら何やら、その即興ってのは、うんうん、相手がこう刻んでくるだろうなっていうことを思いながら、それをカバーしていくわけじゃん,うん、うん、相手が、あ、今この、次このリズムで来るだろうなっての予想して、こっちがこういうギターを弾くとか。そうそうそう。だあくまでもこう、譲り合いがあってこそのソロなわけじゃないですか。それがだから、あれか、まあ、奪っちゃう人って、 ってのは、<laughs> その人のギター貸せつって勝手に <laughs> っ<て>、<laughs> 俺こんだけ弾けるんだぜって、それでもう終わっちゃうっていう。終わっちゃうし、まあなんならギター下手くそだしみたいな。そういうことだよな。<laughs> そんな感じなんですよね。で、まあ、あまりにもひどかったんで、その時はもう。 マシッと言って、ちょっと今から強めの言葉で凹ましに行きますけど、ちょっと覚悟しといてくださいって、前置けを言った上で、お <laughs> ら人の話を聞けんのかって言って、普通に、あの、<laughs> 叱りましたけど。これね、まあ、あとこの会話泥棒の中で出てきてる、この自分がったりにすり替わってるって、これよくあるよね、これ。これはよくありますね。<laughs> あなたの話してたんだっけ <laughs> っうそ,うそうそうそう。なんか、こういう思い出あるよね。あ,あった。で、俺は昔こういうのがあったね。 っていう、こう、流れが綺麗だったらまだわかるんですけど、昔こういうのあったね、あ、俺知ってる、それでさ、それちょっと別のなんだけどさ、って、勝手に自分の話に振り返る人いるじゃないですか。まあ、よくね、そう、2ちゃんとかでそういうのあるけれど、こう、全く関係ない、それでその後、吉野家行って牛丼食べましたみたいな、なんかその人のなんか日記が始まっちゃうみたいな。そうそうそう。あるよね。そういう人に、まあ、 まあ、ここで書かれてるのは自己愛が強いとかせっかちとかそういう性格な人が会話泥棒しやすいっていうことだね。うん、そうそうそう。で、これ会話に限らずチャットとかコメントとか、まあツイッターとかもそうでしょうけど。 ツイッターなんかね、リプでこうよくあるじゃないですか。一言、こう、ツッコミだけじゃなくて、その後自分はこうでこうでこうで<ー>みたいな日記を書き始めちゃう人。っていうのにありがちなのが、やっぱり自分を知ってほしいなんですよね。自己愛なんだな、うん、うちはその VR っていう中で、うんね、会話でこういうことよくあるんですけど。 一回話止めちゃいますね。あの、あまりにもひどい時は。ああ、そこまでする。<laughs> うん、なるほど。あの、会話泥棒って自分が泥棒してる自覚ないんですよ、基本的に。そうだろうな。うん、だから、すべての会話を持ってっちゃうんですよね。で、そうすると、例えば5人で喋ってても、その人しか喋れなくなっちゃうというか、うん、周りの人が喋り始めても、それも持ってっちゃうんで、で、それだとその、もう全体の空気として、もう、 嫌になっちゃうんですよね。うん,うん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 。で、じゃあ、チリチリになろうかってなるんで、そうなる前に一回止めて、今はこの人の話を聞いてるから、ちょっと黙ってよっかって、いうふうにしちゃいますね、俺。まあ、誰かがそういうふうにね、仕切ってくれればうまくいくんだろうね。 ここでね、ちょっとこの書かれてるおしゃべり好きとか、その会話に気象転結やオチを求める傾向があるとか、自分に注目が集まってないと悔しいとか、せっかちとか、いろんなパターンはあるんだけれど、えー、この会話泥棒は、基本的にもう頭の回転が速い人も多いんで、認知さえできれば改善が期待できると、うんうん、今、あなた、会話奪ってますよっていうことが理解できれば、あ直してこっていうふうに、態度を改めることができるっていうことだね。 そう問題なのはそれを理解できてるかどうかなんですよね。頭の回転が速くてついつい人の会話を奪っちゃうっていうタイプの人と、うんうん、何にもおそらく考えてなくて自我がすげえ出すぎちゃってる。<laughs> <laughs> 区別もつかねえけどなうんだから、ね、結構いると思うんですけどあの、自分の好きなジャンルはめちゃくちゃ喋りたい人っていると思うんですよ。そういう人は、じゃあここは任せるから他はちょっとこっちに。 パスしてくださいとかって、こう誘導できるといいんですけどね。うん。その、会話をだから奪われて、その先回りして、この、言われたときは、この人、頭の回転は早いけれど、人の会話を奪うんだなって思うけれど、うん、奪った上でトンチンカンなこと言われると、うん、俺の話最後まで聞けばいいのになって思うし、うん、<laughs> うーん、なんかこれ、そうか、会話泥棒にもいろんなタイプがいるわけだな。そうなんですよね。 頭の回転の速い人に関しては、その認知させるっていうことが大事なんだね。そうですね。今はあなたのターンですっていう、こう、今誰のターンっていうのをはっきり決めちゃえば、<laughs> 比較的、あの、黙ってられると思うんですよ。それでも黙んない人っていうのが、まあ、稀にいるんで。カードゲーム見たく喋るターンをもうカードで、今俺のターン、あ今あなたのターン。今俺のターンっていう今。今ランプついてるから自分のターンですっていうふうに。<laughs> した方が、あのなんか普通の日常会話だったらね、そんな気にしないんですけど、<ー>結構真面目な話してるのにそういう人がいたりだとか、仕事の話とかって言ってんのに全然関係ない自分の話始めたりとかってなると、 正直、回んなくなっちゃうので。これさ、まあ、テレビとかでお笑いのひな壇とか見るとさ、この会話泥棒とかさ、うんうん、そういうのをこう、それがまあお笑いに繋がってたりする部分もあるけれど、うん、ああいうのってめちゃくちゃ多分高度な、その戦略というかテクニック性見たくなってんだろうね。あ,うねあれは心理戦すごいと思いますよ。その今、この人の遮ったらダメだけど、ずっと出てかないと自分は目立たないから、うん、その当然、芸人として資格になっちゃうし、うんうん、ここの一瞬間が、 相手からここにこのエピソードを突っ込むかとかなんかすげえ考えてんだろうね。うん,うん。で、あれね、まあまあ、テレビのひな壇の話になっちゃうと、あらかじめ多分、こういう話になるんでっていうアンケートは取られると思うんで。あの、大まかなね、台本とかあるだろうからね。で、この、なんつうの、エピソードは絶対入れよう、みたいなのあらかじめ準備できると思うんで。うんうん,う,んうんうん。あれですけど、まあね、一般の会話ってそういうのが一切ないので。そうだね、全く台本がない会話ではなかなか、 そういう人の会話のこう隙をついて喋るっていうのは相当難しいはずだからね、そもそもが。うんうん、話し終わったなっていうタイミング、特に初対面同士だとすげえそこの探り合いはあると思うのよ。この人のその話し方の癖とかわかんないから、明確に今、あ、話し終わったなって思った時に、 ああ、なるほどね、とか、自分はこう思うっていうふうに言えると思うんだけどうん、うん、ある程度まあ、知り合いとか友達とかだったら、 あの、こっからは奪っていいかなとか、<laughs> こっからは泥棒してもこの人、あの、許してくれるかな、みたいな、その、ね、その関係性がね、その、うん、できてればそういうのができるんだろうけれど、うん、仕事とか全く初対面の人とか打ち合わせとかだとそれは、うん、無理だよな、難しいよな。そうなんですよね。この辺は、まあまあ、慣れが必要だとは思うんですけど、 慣れとやっぱ、こう、言ってくれる人がいないとや、なんつうのかな、言い続けてる人ってその自覚症状がないパターンだと、うん,うん、誰かしらに気づかせてもらえないときついんだろうなとは思いますけどね。まあさっきのテレビのお笑いとか、こういう、まあラジオなんかもそうだけれど、うんうん、ある種その、 奪い、奪われるがおかしく、こう、聞こえたりする部分ってあるんだけど、そこの見せ方、それがその一般の会話とはちょっと違うんだぞっていうのはやっぱり、そうそうそ,う,そう,っていう。考えなきゃダメってことだよね。その、うん、仲いい人同士の会話を奪ったり奪われたりは見てて楽しいけど、知らない人同士のそれは、普通にその泥棒というか、<laughs> 殴り合いというか <laughs>、ただのね、強雑の試合,試合になっちゃうんだな。うん。それがその、ま、 全くの第三者からだとその二人の関係性が見えねえからなうん,うん。だからなんだろうね。あの、結構うちは別のチームが喋ってるところとかよく聞いてるんですよね。うんその関係なくても。聞いてて、聞いてる中で、あの、喋りのパワーバランスみたいなやつはチェックするようにしてますね。<laughs> なるほどね。うん、<ー>このグループだと多分この人が一番発言権があって、 この人控えめで、まあこの人はそういう会話泥棒になりがちなやつだなとか、をチェックしといて、あの、あれです、試合の前にもう相手の分析をしといて、ここブロックしとけ平気だろみたいな立ち位置に入るってのは結構やりますね。<laughs> そのさっきのテレビの台本じゃないけど、ある程度その人の特性とか、分かってればその対応の仕方があるわな。うん、話を聞くっていうのを癖つけとかないと、結構辛いのはあるかもしれないですね。そう,そういう人ってでもその、 VR とかそういう趣味の世界とか友達の世界だけじゃなくて、会社とかでもそういう接し方してんのかね。になるんじゃないですかね。でもそれだとな、なんかこう会社内で浮くっていうか、うん、なんかなりそうだけどな、注意されそうだけどな、人の話を最後まで聞けってね。だから周りが、あのー、それ注意しないんだと思うんですよ。しないんだろうね。うん。お笑いみたいな感じで言われてるっていうふうに思っちゃうんかな。その、うん、ツッコミとしてなんかこう、 人の話を最後まで聞けよって真に受けてくんないのかな、その人が。 ああ、そういうのもあるかもしれないですね。うん。なんか、あ、この人、今俺に対して突っ込んでんだな、で終わっちゃうんかな、うん。つまり自分の、<laughs> 自分がこうやって人の話を奪ったことで、この人の面白の、なんかうまみを引き出せたって思ってる可能性すらありますから、ね。<laughs> それでもさ、確かに自己愛が強い人はそう思っちゃうよね。うん,うん。何でもいい風に取っちゃうからね。<laughs> そうそうそう。自分にプラスの方に全部取っちゃうんで。<laughs> ナイスパスぐらいにしか思ってないんかもしれないからな。 だ結構あるのが、あの、ひたすらボケる人。いやーめんどくさい。面倒くさいでしょそれってこういうことですよね、みたいな。全部ボケだから。で、しかもボケこれもう全然話変わっちゃいますけど。ボケって高度なパスでないといけないんですよ。あの、ボケってあくまで突っ込まれて成立するもんじゃないですか。突っ込みしやすいボケじゃないと、まあ成り立たないわけですよね。はい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 。なんだけど、そこをなんか勘違いして、ただただ、 なんつうのかな周りが分かんないことを言えばいいと思ってるとか、<laughs> よくあるのがその、マニアックならマニアックなだけいいみたいな。ああ、カーベル君がよくやるやつだ。<laughs> <laughs> 誰にも伝わらないボケ。<laughs> あれは、あの、 一回場が、なんうのか,かコールというか、そう,そうそう。あのー、え今何の話ってなっちゃうんで。突っ込めないボケをするなってのは思うよね。ボケるときに、この人だったらこういう風に突っ込んでくれるだろうなっていうことはある程度想定してボケねえと、周りが、 誰も突っ込んでくれないと本当会話止まるもんね。そうなんですよ。ただただ止まっちゃうんで。今何言ったんだろうっていう <laughs>。今の何ごめん何の話 <laughs> ってなるんで。なるよね。それかそのまま受け流されちゃうかだよね。<laughs> うん、そ,うそ,うそうそうそう。そう結構きついのがその受け流されたやつを説明するときのあの空気が辛いじゃないですか。そういう人って諦めないんだよなそ,そう。ボケてスルーされたのに、うん、スルーされたら、あ、今の伝わんなかったんだなで、 流せばいいのに、その母系の説明をまた知らすっていうか、<laughs> 地獄の繰り返しみたいになっちゃう、ね。うん、そこじゃねえんだよっていうね、今。<laughs> そ,うそうそうそう。今そこに、あの、時間も労力も使ってらんないですよ、みたいな、空気たまにあるんで。んまあちょっとね、会話泥棒とは違うけど、今そこじゃないんだよっていうのはあるね、うんうん。のでね、まあ、会話にせよ何にせよ、ちゃんとね、パス回しと、あの、決めるところで決める力がないと、うん もうただただボールの奪い合いになっちゃうので。この会話ってのをね、やっぱりその、聞く能力もね、すごく重要になってくるから。ですね。その、まあ、聞き上手がね、すごくやっぱりこう、もてはやされるというのかな。喋るより実際は、聞きが上手な人の方が、会話が上手いっていうふうにね,ね。よく言われる。からね。ねうん。相手が喋りたいこと喋らせるのもテクニックだし、うんうん、聞き上手の人と喋ると、すげえ気持ちいいもんね。 あ、そうですね。みんなして良くなるので。ライターさんとかは本当に聞くのがうまいですね。そうだろうね。もうプロだもんね。まあちょっと前にそういう取材のやつとかを見る機会があったんですけど、うん、その、なんとの業界の人にこうパス投げるときに、もうこのシュートで決めてくださいっていうパスを投げるんですよね。もう答えが決まってるような質問をして、で、向こうがその答えに対してプラスアルファで返してくれて、で、場が成り立つみたいな。 あれじゃないあの、インタビューアーの吉田豪さんだっけあはいはい。インタビューが上手い人って、その、まあ、事前にね、めちゃくちゃその人の情報を調べてくるって言うからね、まずね。ああ、そうですね。うん。っていう感じで、まあ、ね、あなたのすぐそばにもこのね、自分の話を <laughs> 奪う会話泥棒さんいるかもしれませんけれど、まあ、匠くんみたくみくん見たく、ちゃんと注意するっていうパターンもあるし、 俺みたくなんとなくこうやり過ごしてるっていうパターンも、<laughs> あ、こういう人なんだなーで、<laughs> まあ、温かい目で見るっていうのも一つの手でもあるし。<laughs> 一つ手ですからね。うん、まあ、ただ仕事の上では注意した方がいいかな。そうですね。近くにもしそういうのがいたら、一言言ってあげましょう。まあ、プライベートでは、あの、温かい目で見守るっていうのも一つの手ですし。<laughs> まあ、そんな感じでね、えー、今回はこのね、自分の話にすり替える会話泥棒の心理というお話でございました。<music> よろしければチャンネル登録お願いします。